こんにちは皆さん。今日は茅ヶ崎に来ました。世界30カ国で移動集団の一つとして認められた電動キックボードマンティス州は約20キロの近辺の移動習慣のメインになると思います。でも今日はこちらの動画で皆さんに電動キックボードを移動集団の中で使うとき、電動キックボードに乗るとき、よくあるミステイク、安心安全で正しく乗りましたらもっと楽しく移動できますよ、楽しく乗れますよという動画を作ってあげたかったんです。できるだけ頑張って楽しく皆さんに見せたかったんです。こういう動画を作ってあげたかったんです。楽しんでみてね。はい、まずこちらで電動キックボードの上に、電動スクーターの上に立ち方を教えてあげたいと思います。よくある間違いは、電動キックボードにこんなまっすぐな立ち方です。このまっすぐな立ち方は結構大きい間違いです。足は隣同士で、膝はまっすぐ、これは絶対バランスしにくいなので、バランスは難しいなので、正しいのは2つあります。1番レギュラー、普通。こちらは右の足前、左の足は後ろ、膝はこうやって曲がってる、これはレギュラー。2番、もう一つ2番はグフィと言います。グフィは左の足前、右の足は後ろ、ちょっと斜め、半分斜めで、これでバランスは足と腰でできるなのでいいです。足隣同士まっすぐ、膝も曲がらずにまっすぐ立ちましたら、急にブレーキしましたら、重さ、バランス悪いなので重さ全部前に行っちゃって倒れそうになります。危ないんです。だからこの立ち方は危ないなので、さっき私言ったグフィかレギュラーの立ち方、今グフィとレギュラーの立ち方の違いも見せます。レギュラーとグフィで一つの足前、一つの足後ろ、膝も曲がってると、ブレーキを押すと重さ前に行くとかできない、自分の重さ、体の重さ、止まっているところに合わせてボードの上でうまくコントロールできます。うまくコントロールできて、どんな20キロでも30キロでも急にブレーキしましたら倒れずに、バランスがよくうまくできてスムーズに来れます。膝曲がって自分の重さをもうちょっと下に、腰が下に入れましたら、体の重さは前ではなく後ろに来て、ちゃんと重さ、キックボードの上にある重さはバランスよくて、ちゃんと2つのタイヤの上でちゃんと安心安全で止まれます。はい、次は電動キックボードは走っている路面の話です。路面は一番トラクションと言いますけれども、滑り抜き、タイヤが床にちゃんとつながってる、ちゃんとつながってるところはトラクションと言いますけれども、トラクションが一番いい安心安全のところは乾いてる普通の路面です。アスファルトの上、路面乾いてる、何もない、邪魔するものは何もない、 100% 効きます。次は路面の上に水たまりがありましたら、トラクションのパーセンテージ、
トラクションのパーセンテージは落ちます。トラクションが水たまりがございましたら、水たまりの水たまりがある場所がありましたら、上を走るときは必ず気をつけてください。走ってる路面に溜まってる水がありましたら、電動キックボードのトラクションは 85% に落ちます。ある意味は滑りやすいです。バランス良くてもタイヤが滑ります。次、砂浜、砂道に、路面の道の路面の上に砂のたまり、砂がございましたら、これでトラクションはもっと下がって 65% に落ちます。ほとんど半分、ほとんど半分のチャンスは砂浜、砂が溜まっている路面の上を走ると滑る、 50-60% は滑ることです。次、もう一つは葉っぱ、路面の上に葉っぱ落ちているところです。葉っぱ、二つのことで電動キックボードで道、路面が走っているとき、路面の上に葉っぱのたまり、葉っぱのたまりがございましたら、二つのことで危ないんです。一つ、溜まっている葉っぱの下に、路面に穴が開いているか、ボコボコか、石が入っているか、何か入っているかわからない。だから人は大丈夫かなと思って、急にパッと5センチ10センチの穴に落ちる可能性もあります。これは一つ。もう一つは葉っぱ滑ります。 50%、55% ぐらいに半分落ち、電動キックボードのトラクションの力半分に落ちるんです。すごく危ない、誰もおすすめしてない、すごく気をつけてほしいところは、水たまりの上に集まった、たまった濡れてる葉っぱ、必ず逃げてください。必ず逃げて、ああいうところで走ると必ずトラクション、電動キックボードのトラクションは 30% まで落ちると、ある意味はあそこを、そういう路面を、水たまりの上に葉っぱが集まっている路面の上を電動キックボードで走ると 70% 滑る可能性は 70% です。結構危ないんです。バランスは沈みにくいなので、路面に気をつけましょう。今まで路面の話、走っている路面の上に溜まっているものの話をしましたけれども、日本でもう一つ必ず気をつけてほしいのはマンホールです。バイク乗っている方たちはよく知ってるんですけれども、電動キックボードもバイクと同じでございますので、ちょっとだけ雨降ってきても、マンホールはちょっとだけ濡れたらものすごく滑りやすくなる、なので滑りますなので、マンホールの上を走るときは必ず気をつけてください。マンホールの上でブレーキをかかないでください。はい、次はオフロードのところです。オフロードのところでボコボコの道で、砂浜とかそういうちゃんと路面がないところで、3つのこと必ず気をつけてください。1、タイヤ。タイヤはオフロードタイヤだったらもっといいです。オフロードタイヤの方がもっといいです。2番、必ず見えないところに、杉を見えないところに入れないでください。杉を見えないところに入れないでください。3、必ずスピードをコントロールして、出しすぎダメ、遅すぎダメ、スピードをコントロールしながら、膝を、腰を下げて、体の重さをできるだけ頑張って下に、でお願いします。はい、今こちらで
ハンドルの持ち方、ハンドルの持ち方を説明します。電動キックボードで正しいハンドルの持ち方は両手持って、指少なくても3本、指3本こちらでブレーキのハンドルの上で置いておく。すぐブレーキできるように、すぐ両手もブレーキできるようにします。片手で道を見ずに片手で道を寄りながらダメです。すごく危ない。両手で前をちゃんと前向け、カーも前見ていく。片手は絶対禁止です。片手運転は危ないので、ちゃんとすぐリアクションできないなので、危ないから一応やめた方がいいと思います。気をつけた方がいいと思います。はい、あとスマホ見ながら、スマホいじりながらもダメです。今のところはほとんど危ない。さらにこちらはあくまでも原付バイクと同じでございますなので、運転するときは警察に前に携帯をいじりながら運転見られましたら、警察に止まられて罰金が来ると思います。法律的にも携帯いじりながら、携帯と話しながら運転は必ず禁止されていますなので、お気をつけてくださいませ。はい、あと最後に日本で日本の国土交通省の法案基準とか交通ルールをちょっと簡単に説明します。なぜか最近いろんなニュースで電動キックボードはヘルメットなしで運転免許証なしで乗れるという話が出たんですけれども、これはちょっと簡単にみんな混乱しちゃっているなので簡単にまとめて申し上げます。今現在の法律によると電動キックボードは600ボルト以下の電動キックボードは日本の法律によると原付バイクと同じカテゴリーでございます。原付モーターバイクとはバイクと同じで、だから原付バイクがバイクの上に乗せないとつけないといけない国土交通省の保安部品も全て乗せないといけません。これはまず1、鏡とか右左ウィンカーとかナンバープレートホルダー。次、こちらはナンバープレートが必要です。ナンバープレート登録は自分の区役所か市役所でやっていただいて、自賠責保険もつけて乗るときはこれ全部完璧に終わった後でヘルメットが必ず必要です。今現在の日本の法律によるとヘルメットが必要です。ヘルメットをかぶって乗りましょう。また運転免許証、必ず運転免許証も自分のポケットに持って警察に止まられたら見せるように。これで以上です。この動画を見てくれて本当にありがとうございます。あと最後にこちらで言いたいのはマンティス銃、約1年かけてそんな素晴らしいものは、安心安全なものはさらに日本の国土交通省の保安部品もつけてさらに安心安全にしたものは、こちらの動画の下に公式ホームページのマンティススクーター .com、 マンティス のホームページがあって、また幕開けのページのリンクも下に貼ってあります。ぜひ見てください。また次のイベント、こちらのマンティス中の実物を見て体験したい人も4月横浜駅西口にまた私たちはイベントを開催します。もしお時間と興味がございましたらぜひ寄ってきてください。はい、こちらの電動キックボードマンティス10に興味がある方は必ずマンティス10、マンティス10を検索してみてください。
よろしくお願いします。